沢田研二のそんなんこんなん、ナイス。おはようございます、沢田研二です。沢田研二のそんなんこんなん、今日も30分間僕沢田研二とお付き合いください。今日3月3日といえば桃の節句ね、耳の日なんてなことも言うたりなんかしておりましたけど、本当に耳の日なんだろうか。つまり3月3日はひな祭りでございまして、ひな祭りのひなっていうのはひらがなじゃございませんよ、漢字ですよ。漢字書けますか。まあやっぱりこのひな祭りが来ると本格的に春が来たという気がいたします。そして春といえば楽しいことばっかりではないわけでございましてね、辛いこともございます。そう、花粉症、もうすでに大変という方も多いでしょう。まあというわけで今日はそんな春についてあれこれをお話ししたいと思います。それでは沢田研二のそんなんこんなん、今週もぼちぼち参りましょう。まず一曲、女の子の季節ということで、このナンバー、オーギャル。オーギャル、ギャル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 、オーギャル、ギャル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 、マンデー、鎧で固めた正常で過ごせよ。チューズデイ、チューズデイ、男のペースで生きてはダメさ。ウェンズデイ、ウェンズデイ、切ない恋など知らない。Thursday, Thursday, まだまだ気軽に落ちてはいけない。Friday, Friday, ルージュで心の熱さを教えて。Saturday, Saturday, 蝶々を迷わす怪しい花に。3日ひな祭りでございましてね、ひな祭り、そう、うちも、29年に、まあ、妹が生まれてますからね、それ以来っていうのは、まあ、あのうちにも50センチ四方ぐらいの五段飾りのちっちゃなね、ひな人形がありましたよ。五段もう大きいのだとものすごく大きいんだね、あれで。よく幼稚園の頃なんか誰が何になるかみたいな
そんなことした記憶もありますね。なんか段々の作ってもらってそのところにこう座ってたみたいなね。そんなことしか覚えてないね。だまあ唯一ね、これひな祭りの日ではないんですけど、音楽の時間にね、小学校3年生の時だったと思うんですけど、音楽の時間にね、川上先生がね、沢田君前来て歌いなさい、で楽しいひな祭りね、明かりをつけましょうぼんぼりにね、この歌を歌わされてね、もう嬉しかったけどね、泣きそうやったのよ。で僕はもう3年生ぐらいまでは本当に泣き虫でね、泣かされやすい子やったのよ。で何が泣きやすいかってね、あの指名されただけで泣いてたんやから。で沢田君本読みなさいよってもうなるような子やったのよ。いやそれから比べたらいやもう本当に心臓に気が生えてしまいましたけどね。いやいや、でまあその時 歌ってね、歌い終わって拍手なんか、授業中ですから別に拍手なんか今みたいにわーとかそういうのじゃなかったですからね。で別に拍手するわけでもなしみたいなね。でその時は考えてみたら私の歌手デビューかなと。うん、それからまああとはね、デビューしてからっていうものはタイガースでデビューしましょう。そしたらまあ人気は出ましたよね。そしたらやっぱりその平凡とか明星とかそういう雑誌とかでね、前もって撮影するんだ、あの3月号なんていうのはもうお正月ぐらいに撮ってんやね、おめでとうございますって言ってたらもうその撮影ですよ。でなんかまああのお代理様か正気様かなんか知らんけどの男の役させられてやね。で相手は誰かちょっと誰やったやろ、由美香織さんとかね、酒井和歌子さんとか、あ吉永さぐりさんはちょっと上かな、波江悦子さんとかね、泉雅子さんとかね、まあいろんな方たちとこう一緒に写真に収まって、なんか写真にそうやってグラビアに写るっていうことはすごいことなんだよとかマネージャーに言われてね、はあと思いながら、その頃は可愛かったね。うん、それからまあひな祭りといえば食べるもんがありますけど、ひし餅ね、そんなにまあ美味しいもんじゃないんだけれども、甘酒これは美味しいね。まあ唯一子供が大っぴらにお酒を飲めるといえば、おとそかこの甘酒ね、アルコール入ってないとか言いながら入ってんねこれね、麹から自然にこうアルコールが出てきてね、甘酒よろしいな、なんとなくこの雰囲気がよろしいかな、そのなんか華やいだ雰囲気でね、ぼんぼりみたいな、そうそういえば劇場行ってもなんかこの季節になるとぼんぼりがついてて、百貨店行ってもで、それこそ市場通りなんかの商店街なんかぼんぼりがブワーッとつくんですよ。でアンドンみたいな、アンドンっていうんですかね、華やかですよね。うん、なんとなくこうこういうものっていうのはウキウキするよね、お祭り、お祭りとか縁日とかね、よろしな。うん、まあそんなことでひな祭りが来ると桃が咲いているのを見ると春が来た、こういう感じがしてなかなかええもんでございます。それではこの辺で一曲、映画も絶賛公開中です、舞台挨拶もさせていただきましたが、何やら3日目あたからもうすごい少なかったらしいよ、観客が見に行ってくれんとお願いします。はい、映画の中の、カラオケのように歌ってる歌でございます、真心よりどころ。ところで私、季節の中で特に春は好きなんですね。春夏秋冬の順に好きですね。やっぱり冬を越えて春がやってくるってこう、あとは夏も来るでっていう感じですかね。で秋になるとやっぱり寂しい感じがして、で冬になると早く春よ来いと思うんだよね。やっぱ春はよろしい。猫も鳴いてますよ、もうニャー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 、もうオス同士は喧嘩しとるしね、もうメスはもう春、いやもう猫の場合はね、春夏秋冬春なんですけどね、これがおかしいんですけどね。まあ春といえばやっぱり
まあ桃だったり、まあ梅が最初ですよね。梅もね、なんかこう寒々とした感じがしてたけど、いろんな梅があってね、老梅っていうの、老梅が綺麗やわ。お正月なんかに、今年はなかったですけど花屋さんに、去年はね老梅が綺麗やったの。老梅ってあのちょっと黄色いやつやったんですね。で近所のお宅にもね、その老梅ではないけど老梅っぽい白いのがあるのよね。今ちょうど咲いとるね。それからまあやっぱりまあ僕が好きなのはもう何つったら桜なんですけど、桜はねこれね三度楽しめるね。まずつぼみ、この時はねなんとなくこう淡いピンクでもない紫でもないみたい、ちょっと茶色がかっててちょっと赤も入ってるようなね、その山を見るのは好きですね。山桜とかそういうあの芽が吹き出る前で咲いた時に楽しめるでしょ。今度散った後、汚いよだけど葉桜、これやかな。もう桜はよろしいね。でね、やっぱり春を一番最初に示唆してくれる花っていうとやっぱり菜の花なんですね。いやー、やっぱり菜の花は見てるといい、であと食べてるといい。それからまあ春になるとね、もうタラの芽ももういろんなとこからもう最近は年中あるみたいですけどね、天ぷら屋さんにもタラの芽、吹きのとうね、この苦いところがええね、苦いところがね、あと鏡とかいうね、あのゼンマイみたいなやつ、ゼンマイとは違うらしいね。で同じかな、だからそういうものもね出てくるやろ。つくしや、つくしなんか昔そこら辺に生えてたやん。 だってうちの前畑やったんやから、もうまあどうしてもなんか食べる話に行ってしまうなと思いながら、いやでもね、いろんなとこ見て歩くのにはこの季節は本当にいいと思うんですよ。ちょっと寒いかもしれないけど、まあもう大丈夫でしょう。やっぱりね、京都へちょっと足伸ばすとかね、で宇治まで、奈良にこう足伸ばすとかね、木津川のほとりだとか、まあ淀川でもよろしいかな。でそのあたり行ったら、ね、菜の花勝手に咲いてるのいるわ、あのいるわってあります。うん、そりゃよろしいよ。あとね、箕面まで足伸ばすとかね、生駒山でもええやん。生駒山の上にはね八大竜王さんやはんねでね、あそこから見るね夕景はええよなかなか。うん、ただね雨の日気ぃつけた方がいいが、霧が出るわ。もう一っ子一人いなくなってね、ちょっと怖いよ生駒山。よう霧出るでしょねえ。まあそんなこんなでね、いろいろドライブとかも楽しんでいただいたり、山登り散歩を楽しんでいただきたいと思いますけど、やっぱり春は好きやな。うん、まあそんなことで一曲聴いていただきたいんですけども、そのこの今年の春はですね、全国キャンペーンでね、僕の歌が流れるんですよ。でその歌もちょっともう聴いた方もいらっしゃるかもしれませんが、またこの番組でじっくり聴いていただきましょう。続く幸せ、沢田研二です。続く幸せ、平和な時を許し合えるなら最高だね。どんな時でも野に咲く花の柔らかな気持ちでいられたらいいね。愛しても愛しても愛したりなくて、夜が短い震えたよ若い日、思い出いっぱい刻み込まれた日々、優しさは優しさで優しく寄り添う朝のぬくもり、緑の草原歩いてく二人が見える、続く幸せ叶えられるよ、つつましく暮らせば違う。
見て夢を見て夢にうなされて大人の今もいつも謎だらけ気まじめすぎからはためにも悲しい楽しみは楽しみで楽しく遊ぼう子供みたいでいいさ夕焼け空を見上げている二人が歌う続く幸せ確かめたいな君は想う正しいの深さ揺るがないもの授かりたいな君の明日もっと知りたいんだ続く幸せ幸せ聞いていただきました。さて春は好きや好きやと言いましたがね一つだけ困ることがあって花粉症がね出ましたわ突然に私ねそう厄年はまだ出てなかったよ42、3の頃はここ5、6年やねこれ突然出だすんだねでそれまでまあ繊細なねその敏感なっていうのかその感受性の強い人がなるんだと思ってたわけですよまあ僕も昔は感受性強かったような気もするんですけどねでも僕はならんやろうと思ってたんよところが出たねで最初はねもう目がかゆくなってまあたまたまうちの母ちゃんはもうずっと花粉症なわけですよもうアレルギー体質だからですからねでも書いたらかん書いたらかんって目こすったかん目こすったかんってもうそれでまあいろいろ目薬はこれがいいっていうのまあ母ちゃんがもうこれが絶対いいって確かにいいんですよでもそれはもう持ち歩いてますわねあと鼻にシュッシュッと吹きつける点鼻薬っていうんですか、それも持ってますよねあとはまあ耳鼻科には時々ね喉見に行ってもらったりなんかした時に、花粉症の季節になったら注射して差し上げますとかいろんなこと言う注射怖いがなただその注射も効く人と効かん人がいるっていうこれがねさやけども本当に5、6年前7、8年前は出てなかったものが今出てるでこれまたある程度の年齢を重ねるとまたなくなるっちゅうからこれかなんねなんか僕にとってはこの花粉症っていうのは更年期障害に似とるなっていう感じがしとるんですけどねで外国行ったらないっていう話も聞きましたけどいやあったよ外国行ってもうちの母ちゃんなっとったもんで日本でやっと終わったと思ってロンドン行った時にロンドンではこれから花が咲くって言ってまた憂鬱になっとったもんねまあそんなこんなでねまあ花粉症っていうのはこれ辛いねでなってない人には分からへんねんねだから僕はもうなってない時にはもう何がそんなやばいこと言うてんやって内心は思ってたんですよでこれは大変ねえ関西だって吉野杉はあるわ北山杉はあるわ、まあ、丹波にだってそりゃ杉はあるでしょう
もう杉だけじゃないんだもんね、何だかわからないんだもん。とにかく胞子を出すものっていうのはもう全部可能性があるわけでしょ。だからこれが困ったもんですよね。かといってなんか、どっかで杉の木伐採してその効果を、今調査してるとか言ってるけど、あんまりそうやって切ったら、杉の方で防衛本能がね働いて、もう今まで以上に伐採されたらその倍出してんじゃないかっていう説もあるっていう話ですから、もうどうやったってこれはもうどうしようもないことでね、とにかくこの季節が過ぎてくれることを願いたいんですけど、人によっては年中やという人、ご愁傷様でございます。まあそんなことで、なってない人はおめでとう、なった人はまあとにかく乗り切るしかございません。ケンジのそんなんこんなん、沢田研二のそんなんこんなん、もうお別れの時間です。そういえばもう今回のレコーディングの時もちょうど歌い入れの時にね花粉症来てましたよ。まあそれでも今まで機械が発達してますからね、まあよく聞くと鼻声ですけど、まあ頑張ってみました。うん、まあそんなこんなで、でもこの春が来ないと夏が来ないからね。うん、いや春はええ、うん、猫のためにも春はええ、うん、まあそんなことで、僕の今後の予定ですが、私出演しております片栗家の甲府が、絶賛上映中、日によっては入れ替え制になってからね、粘る人がいなくなってね、もうお客さん少ないとこも多いらしいよ。大阪シネディーブル梅田、京都京国弥生座、神戸シネリーブル神戸で公開中でございますので、一回見た方もあそこのシーンちょっと気になるなという方はもう一遍見に行って確かめてみていただきたいと思いますが、はい、そんなことで沢田研二のそんなんこんなん、お相手は僕沢田研二でした。この後も 1008ABC ラジオでお楽しみください。それではまた来週、花粉症よ飛んでいけ。沢田研二のそんなんこんなん。